今井ちゃん、今井ちゃん、今井ちゃん、今の拍手よかったでしょう。現場じゃ受けたんですよ。いやいやいや、そうそうそう、ちょっといや、でも流れがあったんでしょ、そのサイパーは。いやだって、そうそうそう、チャンスチャンス、サイパーの波がさ、わーってこう、ギャグっていきなり言ってもね、やっぱり何それってなるからね。今回のお題というか、舞ちゃんの背が高い毛について。いや、ちょっとびっくりするよね。しかも今日、さらに日焼けが高いんですよ。舞ちゃんは何センチなの？あの、本当に171センチなんですよ、今。でも今日ちょっと高いヒール履いてるんで。高すぎやろこれ。こんくらいあるんですけど。すげえなそれ。15センチぐらいかな。あ、そんなにありますかね。ある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 。ありますか。木戸さん並んでみたら。ちょっと並んでみようか。木戸さんは身長何センチ？俺多分一緒に並んだら多分とらわれた宇宙人みたいになる。我々は囚われた宇宙人です。バカ野郎、子供みたい。パパ、え、待って、年齢はね、親と子なんやけどね、立場は親と子みたいになってる。すごいですね、この差は。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと回ってます。ありがとうございます。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。ちょっともう本当にもう引っ張りすぎやわ、4日と5日の企画。鍛えてください、鍛えてください。うるさいな、本当に。怖い怖い。筋トレ。どうも。はい、読んだ。